最近ポコが、うちの周りで人気があるので、対抗してヒューマンロケットパーソンやります。まあ、ヒューマンロケットパーソンといえば、全裸が基本なんですけど、ごめんなさい。ちょっと、配信上の都合でスーツに設定してます。このモザイクの部分でスーツを着るを設定しています。あ、キリコちゃんいらっしゃーい。なので、全裸でやりたいときは自分でやってください。数千年前、文明。音でっか。ができるよりもはるか昔に地球を。ちょ、音でかすぎんだけど。音の設定下げたのに、なんで？ちょっと待って。設定。音量めっちゃ低いよ。なんでフルスクリーンに強制するの？やめて。もうこんなめちゃくちゃさ。ちょっと待ってね。もう音量上げて、OBS 側で無理やり下げて、いや、ちょっとこれでかすぎるな。ごめんなさい、また多分クソでかボイス出ると思います。数千年数前、千年文明ができるスキップします。 うるせえ。左右で方向転換、スペースでジャンプ。音量下げる。了解。ちょっと待ってね。もうデスクトップ音声、OBS のデスクトップ音声をもうバチバチ下げた。いや、これ下げてないんだけど、うちがうるさい。ちょっとうちのスピーカー音声も下げる。これ下げすぎてる？ちょっと上げていいかな？こんなもんかな。スペースでジャンプ、右にジャンプ、こうやね。あ、起きて、もう心折れそう。もう心が折れそう。そうそう、押しっぱなしじゃダメ。で、タイミングよく押す。よし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 。こういうことね。いや、まあ、一面もうクリアしたからね。あ、オッケーバカさん、こんばんは。最近ね、うちの周りでポコが人気あるんで、対抗して、ヒューマンロケットパーソン、遊んでます。いや、慣れたらいけ、最後、状態を起こすのよね。了解。ここ、状態ちょっと起こす。でしたっけ。20年以上乗ってない。 14歳やけどね。
積んだ？積んだ？え、積んだ？左にマックス行く、無理。右にマックス行く、無理。左にマックス、あ、いったいった、死んだ。さあ、死んだとこのヘルメット残り続けるのなんかちょっと嫌やねんけど死亡証明残り続けんねんけど。あ、ブヤコさん、やっほー、いらっしゃい。ヒューマンロケットパーソン遊んでまーす。お、めっちゃめっちゃめっちゃおっしゃくりゃレベル3ギリギリのプラットフォーム。やっぱりね、守ってないところが当たっちゃうと。あ、なるほどね、ジャンプの強度を調整するのね。いや、このゲームの本領はね、右下にアイコンが出てるからわかるように、ウンチョスをして、ウンチョスで空を飛ぶっていうゲームなんよ。だからこれまだチュートリアルなんよね。まだ全機能が解放されてないよね。これさっきのこれあ、落ちた。ここはいや、好きなわけではないんですよしょ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 、いいよ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 、あっ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 メリットはないよ基本的にもう無言で黙々とうち一人でやってるだけやからああ気が狂う。だえ、死ねへんやん。これほんまに勘弁して。あいた。制御方法は簡単。右を押すと前に倒れる。
後ろを押すと後ろに倒れる。もう、押す時間、押す時間ね。ちょい押しで、ちょい押しで、こうやって、ちょっとずつ、重心を変える。長押しで、頑張ってこれ、後ろに、後ろに、重心を変える。で、スペースで、ジャンプボタン。以上、以上。高いところから落ちる瞬間にジャンプ押せば高く飛ぶ。何も押さないとこうやってなる。一回ジャンプ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。ほい。よし。ちょっと、重心後ろ、後ろ。おーっと、ままま、まいまいまい、こか。この岩がいやらしい。これでちょっとずつこうやって、ま、こうやって前行くね。こうやって前行くね。知ってる。もう分かった。うん。まあ、でも重心がクソやからさ、その後ジャンプしても死ぬよね。あ、ジャンプしすぎた。そう、こけると少し、やっぱり、この、ヘルメットとかで守られてないところがね、当たっちゃうと。やっぱ良くないよね。守ってるのヘルメットだけやから。こうやって前に行って、前に行って、こ、あふん。もうちょっと、これちょっと配信の都合上で、服着てますけど、本来は、全裸です。おねんにもろ出しでーす。マジでこのステージ超えれるくせえんの？まだステージ3とか4とかじゃなかったっけ、これ。いや、これ、やると改めて思うけど、もうジャンプキングとか、ツボとか、ポコとかやってるキリコちゃんってやっぱすげえなーって思う。そう、これはあくまで右上に時間があるからタイムアタックなんよね。あー、短いジャンプが。キリコはドエムなだけだぞ。マルピンピさん、はーい。ヒューマンロケットパーソン、遊んで、まあ、スタートすぎ。ここ小さく、中ジャンプを繰り返してて、中ジャンプ、中ジャンプ、大ジャンプ。この激しく動いたときに。流行ってるからちょっと対抗してヒューマンロケットパーソン遊んでまーす。ジャンプしすぎ。もっと復帰した、復帰した。うん、復帰してない、復帰してない。いやー、そうやで、今日ね、ちょっと運動用のジャージを買いに、ちょっと刺繍系の服売ってるところに行ったんよ。
で、ちょっと刺繍付きのジャージが欲しいなと思って、鏡伸びたいわ。いやー、ただちょっとピンとくるものがなくて、結局何も買わずに出たんやけど、ちょ、帰り道にあるね、なんかマルハンが呼んできて、まあ、そんなに呼ぶやったらちょっと行ったろかいって思って、で、まずシンフォギアに3000円で、売ってんけど、パチンコね。なんかちょっとどうもね、まあ、1000円16回転ぐらいっていう感じで、まあ、いや、これはあかんなと思って、他に2台ないかなと思って、まあ、ルパン三世のマモを売ったことなくって、まあ、あるやんと思って、マモが確か去年の11月ぐらいの台やったかな。で、マモを座ったら2000円で、一撃2万発出ました。なので、5000円投資で7万8000返ってきて、7万3000勝ちしましたね。やっぱ普段の行いがいいとね、そういう、勝てるのよね。うん。一回ちょっと、ジャンプ小さくした。小さすぎる。いや、このヘルメットちゃんと頭に固定してる？なんかすーごい簡単に届けるよ、これ。いや、紐ブランブランしてるやん。固定してないやん、こいつ。そりゃ事故るわ。いや、全部倒すのに泣くの、やりすぎやりすぎ。いや、この下にうちのヘルメットめっちゃ溜まってんねんけど。これヘルメット、金4、5回分かな？いや、6つ、ああ、いや、これ多分キリコちゃんやったらもう突破してるやろな。負けられへん。キリコちゃんには負けられへん。死に方。いや、このゲーム結構前に買ってたのに、なぜか一回も起動したことないっていう状態で置きっぱなしやって。起動確認だけしたんやったかな？いい加減やろうと思って今やってまーす。じゃ、マジでチュートリアルが終われへんのやか？よし、乗って、ああ、右下にゲージがあるように、このヒューマンロケットパーソンは、最終的に、なんか茶色い物体をケツから出しながら空を飛ぶゲーム性になります。ただ、まだそれが解放されてない。何言ってよ、こいつみたいな反応されても、うちも困るんですよ。ああ、うん。いや、でもちょっと良かったよね。こう、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 あ、うちが操作法分かってないだけ？
フルスクリーンなんだよね。設定入ると。DA スペース。ブーストレフトコントロール。ほう。レフトコントロール。いや、まだ解放されてないね、これ。いや、キリコちゃんはそのうち、ヒューマンロケットパーサー遊んでくれるよ。誰なんかねー、もう。うち、今、配信20分、30分ぐらいしてて、これやけど、キリコちゃんここら辺10分ぐらいでささーって突破したら、うちに心折れる。うっしゃっしゃ、4目目、富田と、茶色のリンゴを集めてコントロールで、ブースト。特殊能力を使える。これでお腹の中に溜めて、あ、表現がマイルド、虹になってる。裸でやると、茶色いものが、出ます。デフォルトは裸です。いやーもうなんか、だいぶ変わった。いや、ジェリーナが買うためには、キリコちゃん買ってあげんと。やるためには、買ってあげんと。ちなみにさ、裸ってモザイクあればオッケーなん？ガチ裸とモザイクが、と、このスーツが選べるんだよね。モザイクはどうなんやろと思って、スーツにしてんねんけど。サボテンまたなんかエロい顔してるな、あれ。なんで一回後ろに行かせてから、前行くぞ。いや、これ、多分これ上取るためだけの、やつなんやけど。はぁ、なんかしつこいやつめって実績解除されてんけど、なんか煽られてんねんけど。実績に煽られてんけど。モザイクありやったらモザイクでやりたいんやけどなぁ。あー、届け！キリコちゃんも、うちと一緒にヒューマンロケットパーソンやろ？
最近やるゲームなくなってきてるやろ、ちょうどいいんじゃない。ただね、なんか他の人の配信とか見てるとモザイクあったりするんだけど、そもそもヒューマンのカットパーソンという存在を運営が認識してない可能性がある。なんかツボとかポコとかと違って失敗したら戻されるってことがないのが気楽かもしれん。もう突破したらもうそこは突破やからね、言ったら。スイッチ買った。でも、やるものは多いに越したことは、ああ、いいよね。ここはうんこ、うんこで。あ、失敗した。あ、山田さんにハロー。ヒューマンロケットパーソン遊んでまーす。あれ、これ復活するやん、復活するやん。ちょっとうんこ貯めよう、うんこ貯めよう。あ、これいくらやったっけ、ちょっと待って。205円安い。よし、205円で遊べる。もう205円でゲームが遊べる。よし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 、なんだここ斜めってんの、なんだここ壁斜めってんの。ケツから虹出てる。よし、まだうんじ出せる。あ、飛びすぎた。まあ、いかにうんちを節約するかよね。だからタイムアタックと全部取ったタイムとっていう遊び方ができるよね。ていうか、カーブロさんのスタッフ押せてないよ。空中での姿勢制御が大事やねん、これ。はあはあはあ、いやー
これアルテーゼいるんかな。いや、いるやろな。いや、でもこれにはね、ツボとかポゴとかに共通する軽快な音楽っていうのが存在してないね。いや、ヒューマンのクッドパーソン、一応、ツイッチにカテゴリーありますよ。うちヒューマンのクッドパーソンカテゴリーでやってるんで。ここはうんこ出したらちょっと復帰できる。の方ね。ちょっとうんこ溜めよう。確かに。人気の出なかったツボポコ系ですからね。やってる人が少ないこと少ないこと、根本的にプレイをねしてる人が少ない。ああ。なんやこのゲーム。なんで7万円買って気分いい日にこんなことしてるんやろ。一応ね、このデフォルトで、左右さんがたずっとしてあげてできるんですけど、ちょっとでも前行くと、ちょっとずつ前に倒れていくんですよ。もう今、右下押してないです。ちょっとずつ前に前傾になってきます。一瞬でも押しちゃうと、こうやって倒れちゃうんですよね。うまいこと、うよし、ほぼ、うんこマックス。マジでツボクリアして、ジャンプキングクリアして、ポゴやってるキリコちゃんを尊敬しかない今。多分これ配信してなかったらもうやめてるよ。
もう10分ぐらいでやめてるな。ね、これどうなる、うちが下手くそすぎんのか。こんなもんなんか。あっ、あった。もうみんなにやってほしい、みんなに。200円やから。あ、多分このゲームをやってクリアしたところで、スモとかポゴとかと違って何年一つ賞賛を得れないところが一番の状況やと思う。やっぱ、ツボとかさ、ジャンプキングとか、ポゴとかって。クリアしたらやっぱすごいって、やっぱあるやんか。でもこのゲームクリアしたら、え、何それって、確か言われへんと思うからさ。あ、このゲームね、デフォルトだと全裸です。ちょっと配信の都合で、ちょっとお洋服着てもらってます。一応全なモザイクお洋服から選べます。まあ、知名度の問題でね、知名度が低すぎるっていうね。ここはうんこつかず登りたいよう。んこためよう。やっぱうんこためた方が気持ちが楽。うちはまだこんだけブーストできるよねっていう気持ち。につながるからね。ああ。あのスチームの商品ページの説明文かな。よし、開けたー。やっぱ、うんこの活用の仕方やね。登りたかったことは、うんこを活用しないとね。あ、マリさん、ありがとうございます。ちょっとうんこを取って。
で、ああ飛びついたあかんのやうんこもね、出しすぎると超加速してしまって、もうコントロールが手放しちゃう感じになるんですよね。Steam の商品ページが見たらわかると思うけど、 Steam の商品ページはへーってなんか書いてるけど、どう見てもうんこやからね。この無駄遣い悔しい一回落ちた時は無理せずうんこ補充やな。一回体勢ガツッと崩すと辛いね。YouTube で検索しても、なんかね、モザイクバージョンでやってる人とかいるっぽいんやけど、なんか気づかれたらバンされそうで嫌やから、スーツは着ているんですけど、これクリアした V とかいんのかな？いなかったら、うちが、初クリア V になれる。いや、クリアできるとは言ってないよね。角度やね、角度が大事。このもうこけたらいっそ殺してくれっていう。今はね、これ虹色と綺麗やけど、本来茶色やからね。あ、惜しい惜しい、今の忘れなかった、いけた。うっせやん。あの、ちょっと糸口見えてきたね。あいた。もう、無言になっちゃう。めっちゃ集中してる。登りきれへんかったら死ぬ。まず4個取って、あっ、さあナショナルフィー、いらっしゃい。ヒューマンロケットパーソン遊んでまーす。
プロうんちゲーマーではなーい。お、オッケーワークさん遊びます？ヒューマンロケットパーソン一緒に遊びますか？いや、これ結構うんこだダッシュで無理くり突破できるかも。みたいな人気の出るポコみたいな機能は存在しないよ。もう軽快な BGM もなし、音量調節してもなぜか音量がデフォルトに戻る。ウィンドウサイズを変えてもなぜか設定に行くためにフルスクリーニングス変えられる。もうそれがヒューマンロケットパーソン。ああ、将棋界隈でねポコが流行ってるから対抗してスイッチでヒューマンロケットパーソンを流行らせましょう。あ、失敗した。うわー、今の落ち着いていけたえ、これもしかしたらステージ進んでったらツボとかみたいにめっちゃ長いステージ出てくるのかな。垂直に上がった。うちが怖いゲームになりたいんだけど、もしかしたらツボとかジャンプキングとかに比べたら難易度低い可能性は全然あるね。っていうかジャンプがスペースでブーストうんこがコントロールっておかしくない？Z と X でよくない？ちょっと。ちょっと。納得できへん。ジャンプが、Z。ブーストが、X。ボタンは絶対近い方がいい。あ、で、R 押したらリスタートできんねん。なるほどね。詰まった時は R 押したらいいんや。え、もうすぐ折り返しやで、このゲーム。すごくない？もう6面やで。13面まで。じゃあ14面まで。14面まで行ったら終わり。よっしゃ！うんこ、うんこー！うんこ中の視線制御が一番大事だね。
こうこうおおしょ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 し。あ、あ、耐えて。うんこの身がちょっと復活するまで待って、取りながらうんこブースト。リスポーンして。ああ、完全うんこげですよ。うわー、ここやっぱこのうんこの身に沿っていかんとあかんな。いやでも見えた。落ちまったらリスタート。R 押したらリスタートって聞いたんですけど、R 押したらリスタートできるって聞いたんですけど、押してるんですけど、あ、マークいらっしゃーい。R 押してもリスタートしませんでした。ここちょっと慣れてきたよね。1個目のうんこ坂は、ちょっと慣れてきた。胃の内容物がない。おかけん、いらっしゃい。ヒューマンロケットパーソン遊んでまーす。はぁ。ねえ、結構いいうんこ感ありますよね、今。うちもね、結構、いい、うんこ出したな、って思ったんですよね。あ。みんなも200円払ってうんこ出そう。ちょっとうんこ出して肩上げて。あ、朝比奈さんチームフォローありがとうございます。ヒューマンロケットパーソンという、うんこで空飛ぶゲームやってまーす。あー、角度が上がる。耐えろ。ここ、この角度。で、一角で休憩。こう、あー、絶対。ドクターロコンさん、フォロー、ありがとうございます。あー
タロタロタロ。あ、落ちた。うん。いや、200円なら安いと思いますよ。あ、しゅんちゃん、レイドありがとう。ヒューマンロケットパーソンっていう、うんち出すゲームしてまーす。あ、Cさんいらっしゃーい。本来は全裸のおっさんがホッピングで、うんちを出して空を飛びながら、山を登るゲームでーす。ただ、配信の都合上、服着てもらってまーす。しゅんちゃん配信お疲れ様。レイドありがとう。よし。あーでも、うんちがだいぶ減った。このうんち回収しながら。うん。よし、乗って。小うんちで、乗って。うんちで、ああ。あ、落ちる、落ちる、落ちる、落ちなくた、落ちなくない、うん、あ、そうです、残りのうんちがどのぐらいあるのかのメーターですね。よし、ここ、あー、失敗、戻って、戻って。よし。この角度。あ、う、もっとうんち落ちっぱなし、もっとうんち出しっぱなし。ああ、いけるいける、もう一回いける。ああ、見えてる感じ、全14ステージ中の今6ステージ目です。いやね、マリさん、なんか、ちょっと、このステージのクリアも目前って感じになってますよね。あ、やべ。うんこがない。うんこが。ああ、あ、あ。うんこね、ある程度出さないと速度が出せない。けど、出しすぎると壁に当たるっていう、ジレンマ。おお、カーブが急すぎる、うんこの。ねえ、今のワンちゃんいけたかなって思った。まだ今、レイドで来てくれた人とかにね、まあ、何を一番伝えなあかんかっていうと、今日うちはパチンコで7万3000円買ったことやね。はぁ、あ。ああ。うんちをね、ピタッて、切るタイミング。出しっぱなしは危ないから。
あーっと、角度が戻る。一回、うんこ補充して。ここは小うんこ、中うんこ、うん。小うんこ、中うんこ、大うんこやね。そうそう、今日7万3000円獲得したの。パチンコ売ったら、ルパン2000円で、2万発出たから。大当たり1回の連チャンで、2万発出たから。ここは結構上手かったと思うんだよね、キャラコン。あ、でもうんこ全く残ってない。マモンはね、正直、ノーマルの通常画面全然見てないから。あんだけ当たれば何でも面白い。ただ、実際に図柄止まるのと、演出上で図柄止まるののズレがすごい多くて、演出上は図柄めっちゃ止まってんねんけど、実際は、12回転に1回ぐらいしか、保留使ってないみたいなんとかがあって、めっちゃ止め打ちとかが、必要で。それはちょっとめんどくさかったな。ちょっと休憩。いや、2000円で当たって、大当たりして、抜けて、即座に引き戻して、まあ、連チャン状態で、19連チャンぐらいしたんかな、最終的に。あ、オケ若さん、おやすみなさーい。頑張ってありがとうございます。そうそう、1保留をで、もう4から12回転ぐらいに見せかけてるっていう感じで。ね、4保留分の演出を1回に使ったりする。めっちゃ変わってる。普通なんかバトル演出とかなったら、バトル中に、ずーっと回転してて、終わったら1保留使うって感じだけど、1バトル終わると4保留使うとか、その4保留内で当たってたらバトルに勝つみたいな。そんな感じなんで、まあ、最初分かってなかったから、なんか変やな、挙動ってなって。で、保留見てたら、あれおかしいだって気づいた感じで。よいしょ。ハート、ありがとう、ありがとうーったうん。ブルートスリボーンさん、リボーンさん、フォローありがとう。もう、うちの心が折れそう。
なんやけど。ここ、なんか、テクってきてない？気持ち？気持ちってなんやろ。惜しい！最後ちょっと上に行かなあかんのや。下に行かかった。あーっと、あーっと、た、た、た。あはははは、ぐだぐだー。落ち着け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 。いやでもちょっと見えてきましたね。最後なんか知らんけど、あの坂多分越えたらクリアやと思うねんけど、あの坂の攻略法がちょっと見えてきた感じ。あ、ヤマハさん、うんちの応援じゃなくて、うちの応援して。あ、うんちが、残りそうだ。一回うんち回収して。で、リスポンサー行こうか。あー、無理。あー、引っかかった。あー、足りへん。落ち着け、落ち着け、落ち着け。あー、やばい。このホッパーで飛んだ時にやれば、うんちを最小限に、うんちの加速を使わずに、ホッパーの加速で飛べる。よし。よし。で、いや、マジで耐久系してる人って、いつもこんなんしてるんでしょ？すごいね。GG はまだちょっと早いかな。よし。ねえ、もう、こんな感じのゲームを、ね、8時間とか10時間、12時間ってやるから、もう尋常じゃない集中力よね。あ、うせやん。立て直せ、立て直せ、立て直せ。で、うっ、あー
侵入角度が悪い。あそこの調整やね。結構いけるんですよね。これこれこれ、ただの時間の無駄。 R で R でリスタート、 R でリスタート、せリスタートせえへんと。なんで、よし。あ、もう1時間やってるし、そろそろいいかなって気分にはなってる。いや、そう、ここはクリアしたい。あー、高すぎる。あ、遅い。なんや、今の死に方。うんこボタンがちょっと足りない。うんこの量が少なかった。たまに食い曲がるよね、このゲーム。謎のあのビヨーンって伸びる。
一回下戻ろう。よし、完璧。ああ、全然完璧じゃない。集中力が尽きてる。完備ってないの。ヤニちゃんじゃ何度もしてる。あっ、なんだろう、ハイネケン飲みながらやってる。あー、カウントタイムかか、いや、まあでも、お言葉に甘えて、もう一本そうか。そうですね。今日はハイネケン飲んでます。やっぱりね、パチンコで買った日は、祝杯をあげないと。スージッペさん、フォロー、センキュー、うー、うー。あー、届けん。よし。うんこがないから。一回うんこ回収してから戻って復帰。あ、ちょ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 。まあ、このゲームのサウンド、コンコンなってるだけがね。ああ。BGM、ないよね。ハハハハハハ、今聞こえてる音がするんですよ。
体勢立て直して。ああ、上行きすぎ。うん。侵入角度合わせてもう死ぬほど低予算っていうのがわかる。このゲームの。やばい、やばい、立て直せ、立て直せ。あ、うせ、頭当たった。ああ。体勢崩れた時に立て直すのが難しい。どうしても焦っちゃうから。あっぶだ、あっやっただよし。あ、落ちる落ちる落ちる。うわぁ、はぁ、はぁ、はぁ、いや、右、左、Z、X でやってる今、操作変えて。もともとはさっき言ったように、スペースとコントローラーやったけど、スペースとコントローラーがちょっと遠いから、Z と X のがやりやすいなと思って、キーコンフィングで変えました。うっしゃー、当たった、届けへん。今の、もうちょっとうんこ出すぎてたんじゃん。この、うんこの身と同じ侵入角度にして、ああ!もうちょっと、あ、あとちょっと。
ここが。あれに、一番難しい気もする。ああ、だ。着地ミスった。前にうんこ、あー耐えろ、うん、小うんこで登って次どうすんの、次どうすんの、あ、休憩できる、休憩できる。これ左かな、え、どこ行くの、ありがとう。ポコに対抗してヒューマンロケットパーソンやってます。本来は、全裸の男なんですけど、配信の都合上、服を着てもらってます。ホッパーで跳ねながら、茶色い実を食べてうんこで空を飛ぶゲームです。ただうんこもね、本来の色と違って、服着てるせいか虹色になってまーす。スチームで205円です。ぜひセドンさんもどうですか？よし。よし。ガーッとゲーム。あー、角度が合ってない。あー、低すぎる。そう、みんなでうんこしよう。もうこの BGM なんもなしの、それはポーとかジャンプキングと違って
人気ねえわっていう。なんとね、RTA してる人がいないんですよ。今ならこれクリアした瞬間に RTA 世界記録ですよ。出たんは結構前なんですけどね。いや、世界記録は目指してない。これクリアしたら一回今日はゲーム変えたい。RTAはしないよ。このゲームの RTA したら心壊れる。よし、小うんち、中うんち、大うんちー。ぽい。出しすぎるとね、曲がるのがめっちゃ急旋回になるよね、このゲーム。あー、ちょっとずれた。よっしゃい、あ、え、嘘やん。あ、でも、ちょっとここ抜けんの。成功率上がってきてる、上がってきてる。ちょっとうんこ出されへんから。一回回収して。あー、うんこが足りへん。ほらほらほら。あ、嘘やん。いやーでも、上達してる上達してる。まだ続くの？クリア！
あ、マルスさん、ありがとう。ジェリーありがとう。ちょっと飛びよう。あ、山本さん、ありがとう。あ、朝日奈さん、ありがとうございます。うんこないんやが、次。うんこ全然ないんやが。マジでほっぱ、ギネスのみで伸ばされてる。うん、は？って聞いんねんけど。聞いてないねんけど。急に敵出てきてんけど。 ここの上に。うんち出せるリンゴが落ちてんの。この魚の普通にむすいねんけど。 ちょっとうんこで微調整して。なんでそこ陣取ってんの？ で、一番上の、うんこ出せる、うんこ出せる権利。うんこの実食べたいの。真上から踏んだら死なない。ただ張り出ちゃうときはアウトやね。なるほどね。それを、うんこの実食べて、うんこで、落下を微調整したりして。やる感じかな。ゲームで草生える。いや、まあ、行って帰った男水とかもね、同じでバカゲーの部類ですよね。決してこれはツボとかポゴとかと同じ部類ではない。男水とかの方のバカゲーより。あ、アサシンさんいらっしゃーい。ポゴではないです。ホッピングに乗りながらうんこで空を飛ぶゲームです。アウトー。もううんこなくていいんじゃない？アウ。やっぱうんこの実は非常用に持っといた方がいいっちゃいいよね。
うんこの耳取んのが難しいよな。いや、多分、うちが下手なだけで、ポーとかやれる人なら、そんなに難しくないかもしんないです。乗って、超えて、ああ、ああ、急に飛ぶ。なんかバランス取れてる、休憩。マジで。なんで過去のうちはこのゲーム勝ったんや。あ、でも、スチーム上は、すべてのレビュー好評なんよね。え、でも、ゲーム起動時音声がちゃんと日本語ローカライズされて、日本語喋ってんのはレベル高いよね。ツボとかポゴとかって。日本語音声ないやん。でもこれ、日本語音声あるからね。これゲームのアクション一つ禁止したら終わる。終わるゲームです。このゲームで操作するのは、右と左でバランスをとって、ホッピングのジャンプボタンとうんこボタン以上です。どれか一つ禁止された瞬間終わります。左なし、左なしでこれしかできん。 左なしって、こうなる。 もう左ボタン解禁していいですかね。 なので、針で出てないときは当たっても死なへんのね、こいつ。もう、左ボタン解禁しまーす。さすがに無理。嘘やん。背中ぶつけた。あ、ちょっと待ってね。設置が、配置が、画面の配置が。こうかな。よし。
よし、たたたたバランスだ。立て直せ、立て直せ、立て直せ。バランスバランス悪い。よし、登った登った。ここ一回休憩できるのね。いや、シュールっていうか、なんていうか。頭おかしい。うおぉ。一定時間で復活すんのね、倒しても。お、7ステージ目にして、初めて敵出てくるとかやめてくれんかな。うんこの実取りたいんやけど、あー、やばい。よし。あー、死んだ。ポゴスティックがバグ？あー、顔が長くなるやつ？いや、だって、うんこれんこって。ゲーム上うんこ出してるもん。めっちゃ悪くない。あ。あ、メタモンさんいらっしゃーい。いや、耐久はしないですよ。いや、うちは基本的にバカゲーは好きですよ。うせん。ハリネズミルートモンさんいらっしゃい。倒して。うん、せん。ホッピングで突き刺さんと倒せないね。
うん、この身取って、あ、うせん。じゃあ、ここ、こが全然出されへんのね。この身もっとあったら絶対簡単やのに。もっとこの身を食べさせてくれ。無理です。もう無理です。でもとりあえずね、折り返しての7ステージ目挑戦中で一旦今日は終了します。